はい、それでは直線のパラメータ表示について見ていきましょうパラメータ表示はベクトル方程式とも言いますまず平面における直線 2x プラス 3y イコール5というのを考えてこれのベクトル方程式パラメータ表示を考えましょうこの直線はベクトル2、3に垂直ですからしたがって3マイナス2に平行ということになりますね で例えばどの点でもいいんですが11を通りますのでこの直線の特徴付けとして11を通って3 2に平行ということで決定されます。従って直線上の点 xy は 11+t 倍の3 2と書くことができるわけですね。ここれは図で書くととののよううなななものになります。すなわち、A という点を通って、 t が正の場合はこっちの方ですね、v と同じ方向に進んで、負の方向ではこうなる。t が0のところで11に通ると。こういう図になるわけですね。では空間の場合はというと、話は全く同じで、成分の表示が、成分が3次元の成分になるというだけのことですね。式としては全く同じで、xyz=112a イコール A プラス t 倍の v。 という形になります。これをもし方程式に書きたいとすれば t を消去することによって一応方程式の形で表すことができます。今の場合方向ベクトルといわれるこの v の成分は0のものがありませんからすべて t イコールの形で解くことができます。したがって t イコール3分の x-1 と -2 分の y-1 と 1>, 1分の z2 のすべてが等しいということでこれが方程式になります。これは意味としては各統合が平面の方程式を表していますから2つの平面のこの2つの等式によって与えられる平面の光線がこの直線であるということを意味しています。はい。 では次に平面のパラメータ表示を考えましょう。平面のパラメータ表示は平面上のベクトルが平面上の平行でない2つのベクトル、もちろん0ベクトルでないというのを含めて平行でない2つのベクトル u と v を使って su プラス tv の形でかけるということから求めることができます。今の場合平面の方程式が与えられた場合に考えてみましょう。 平面の方程式 3x プラス 4y マイナス 5z イコール2というのを考えるとこれは111を例えば通りますから111を通って34マイナス5に垂直な平面になります。従って平面に平行なベクトルは34マイナス5に垂直なベクトルということになるので例えば4マイナス30あるいは503ですね、え。ー ここの部分をかけて0になるようにしといて34と垂直な4-3を取るあるいは4のところ y 座標を0にしといて3-5と垂直な5-3を取るという形で2つの平行でない平面に平行なベクトルを取ることができますしたがって平面上の2の点は x-a 通る1点 a を使って x-a が この上の近くで囲った内容から su プラス tv と書けるということがわかります。従って平面のパラメータ表示は x イコール a プラス su プラス tv という形になります。ここで uv は平面に平行であって互いに平行でないベクトル。これはゼロベクトルでないということも含めて考えます。 このようにですね、平面のパラメータ表示、ベクトル方程式はが求められるわけですが、例えば、平面上の3点が与えられた場合で考えると、平面上の一直線上のない3点からパラメータ表示を求めるには、例えば、A を通る点として選んで、B、B-A と C-A を考えると、一直線上にないという条件から、B、B-A と C-A はまあ異なると。 大人の3点とすれば0でもなく平行でないということになりますのでこのようにパラメータ表示を得ることができますこのようにしてですね平面というのはさまざまな条件で決定づけられそれに応じてさまざまな方程式の形を持つわけですね通る1点 A と方線ベクトルで与えられれば一次方程式で与えられまた 通る3点や1点と平行な2つのベクトルを与えればパラメータ表示が与えられるという形になります。お互いにどのように行き来するかはこの2つに関してはほとんど地名なのでこちらで考える,考えると例えば U と V と直交するようなベクトルが N でありその条件からお互いに行き来することができます。また 3点からは B-A を UC-A を V と考えれば、まあ、全く同じことでこのようになります。方程式が与えられればそこから3点を取り出すことは、まあ、直線一直線に並ばないということさえ確かめれば容易ですのでこれら3つの直線の表現が行き来できることになります。課題として平面の方程式からパラメータ表示を求めたりパラメータ表示あるいは 通る3点から平面の方程式を求められるようにしておきましょう。